こんばんは。ちょっとね、今まだレッスン終わりで髪がちょいボサボサなので、まあ七並べお礼配信の人待ち、お礼配信するよーっていうか言ってない、時間をちょっと置いてその間に髪の毛をどうにかしたいと思います。色がないですね。切れていたリップをね、買い直してきたんですよ。夏止めのサラピ輝いてましたよ。ありがとうございます。これは色ついてないやつ、潤い系のやつです。色なし、これは色あり。リップはロム&信者。もう今日まつげあげてないけど、もうあげんでいいかな。まあ、まつげにも休む日がいるからね。今日はまつげ。アイシャドウは塗っとこう。ロム&結構ね持ってるんですよ。ロム&これもロム&最近買ったハイライト。今日はまつげ休ませる日です。まつげは大事ですよけど、もう今日はいいです。今日はいいです。
並べ。雨の音？雨の音？今多分降ってないよ外。ああ今回自分が1位か。そっか。ですね。めっちゃ音する？うは。今も？なんか今日顔が幼く見える。音する？エアコンの音か。でもそんな全然サーの耳には全然聞こえんけどね。まあ何でもいいや。音しないよね。みんなの携帯によるみんなの携帯からだったじゃない。なんでやろう。みんなの携帯からじゃない。シーラン怖い。シーラン怖い。au au の人1位2位3。違う違う、1位自分だから関係ない。2位3位4567891010まで書いて56789105678910。やめてよなんか人の家を心霊現象のような。だって何の音もせんもん。ここみんな au の人じゃない。勝手に au の人のこと失礼。 au の人関係ない人だった。なんかずっとフェスの時にアリちゃんが言っとった、つながらんつながらんって。でもインスタとかはなんか使えとったよね。ものによるんか、普通のネットが使えんかったんか。ねえでもさ、そんなさ電波一つでさ人生何もできんくなるぐらい携帯が大事ってことよね。大変だ携帯命。土曜日おいしいもの、あそう、ヤンマーブさんがヤンマーブさんがあれです。なんかねその日会場のお弁当とかはなかったんですけど、なんか感染症対策とか言ってお弁当は出なかったんですけど、ヤンマーブさんが みんなになんか美味しいオムライス買ってきてくれた。キッチンカーはちょっとあれだったんですけど、そう無理だったんですけど、そう明太クリームにした。サラは
に出てた方々はね、なんか本人たちが並んで買ってたりしたらしいですけど、なんかかき氷がその出てる人たち、あの出てるアイドルの人たちは無料でみたいなやつあったんですけど、時間なくてもらえんかった。なんか自分たちで作って食べていいですよみたいなやつがあったらしいけど、このフェスの後配信してない。めっちゃ暑かったですよ。めっちゃ暑かった。なんか肺が痛い、肺が痛いっていうか、なんかあの終わった後今までに感じたことない。なんかさ、基本終わった後へっちゃらなんですけど、なんか肺が痛い感じでめっちゃ疲れた。30分しかやってないのにめっちゃ暑かったね。でもミオル側もさ、暑そうと思いながら。しかもなんか15時台って一番もうあの日の照り方がすごかったんですよ。直射日光みたいな感じで、しかもさあたちの STU の本番が終わった後ぐらいからちょっと日がいい感じに落ち始めて、めっちゃいいじゃんと思って、そう一番なんかあの日差しがガンガンの時でした。そう、ヘタレたちをなんかセンターやったんですよ。セリフ言うのがもうセリフが直前まで覚えれなくて大変でした。ずっと、うん、そのことしか考えてなかった。じゃーん、そう一番覚えるのが大変でした他のダンスの何よりも。さあ、あと夢をガラス瓶の中にもやったんですよ。9 10 11 12 13 14 15 16 8 4、そう、それのために覚えましたフェスのために覚えましたよ。人は誰でも、まあ、四国2人がいるからね。マイキューさんとアーナちゃんがいたんですけど、それ以外のメンバーはみんな覚えましたよ。休める穴に熱く、しかもね、そうなんか全員揃ってレッスンやれる日が一回もなくて、なんか本番前に楽屋という名のテントで合わせただけで、
そうやばいよね。あんなに熱く語り合った日々も、そう、夢はガラス瓶の中にはもう今回のフェスのために覚えたので、もうこれから先もあのぜひぜひじゃないあのやらすあのねやりたいと思います。せっかく覚えたんでね。そう、楽屋がね、楽屋っていうかなんかあの外だったんですよ。外もうステージ裏にテントがいっぱいあって、そのテントにただ扇風機があるだけみたいな感じで、 それが楽屋っていうある感じだったんですよ。だからもう本番前も暑いけど、終わった後もそんな涼まる部屋がなくて暑い暑いって思って、暑かったですね。夏って感じでした。ガーリアンのさ、穏やかになる、そう、サングラスデイズの6人バージョンもあの初めてやったんですよ。初めての曲2曲とヘタレもまあちょっと初めてのとこだったんで、心折れそう、ちゃんと自分の元に帰るようにですね。そこ覚えたんでね、まあ、今後もやる機会があったらいいですね。めっちゃ暑かった。でももう夏って感じでした。ほんと夏染めって感じ、夏染めでした。人は誰でも大切なことを忘れる、穴に熱く語り合った日々、そう、まあ雨よりは全然いいですっていうのをサラメイクさんにも言った。絶対暑いよって言われたけど、いやでも雨よりは全然いいですっていうね。まあね、そんな今の時点で暑さで限界とか言ってたらね、サマフェスとかもうどうなるんだって話なんでね、体力をつけていくしか。夏に耐久。穏やかになる。そろそろ始めようか。あ、でももう20分経ったか。僕は今までそうだ。あ、違う。僕は今折れそうだ。去年の夏とかさ、本当どうやって夏を過ごしとったんやろっていつも最近あの夏が来るたびを、1年前の夏はどうやって乗り越え、自分はどうやって乗り越えたんだろうって思うよね。
パパンパンパン。17、18、19、20、21、22、23、24。今回はイベント期間だったので24さらば24まで食欲は全然なくならないので全然大丈夫です。やっぱそれで食欲なくて食べてなかったりしたら本当夏バテとかね熱中症になっちゃうんでね。水分もめっちゃ取っとるし食べるものはちゃんと食べてたので全然まあ暑かったけどそんななんかなんかが熱中症とかは全然大丈夫でした。やっぱねそういうのも病は気からと一緒でね。って感じなんで気持ちが大事なんですよ。もう熱中症と思ったら熱中症だから熱中症じゃないって思っとけば熱中症じゃないんですよ。で、もうちょっと天がカスカスになってきた。さあいつもこんな感じですよ。いつもそんなんですよ。まあどうにかなるでしょうとか、まあ気持ちの問題さみたいな。頭痛とか、まあ、そういうのは頭痛腹痛腰痛はあんまなったことないけど、そういうのはまあもう病は気からとかではないけど。あのまあそれ以外は基本そらはまあどうにかなるしまあいろいろと脳みまあ考え方次第だよなみたいな感じで生きてます。はーい。ではねじゃあいましたらねいましたら返事をしてください。それではいたらあーこれさなんかもうあれを抱えてしまったまあいいか。第54回おしめイベントランキング吉田さらば全体の11位でした。ありがとうございました。それではいたら元気よく返事をしましょう。100位としや6153。もうねおしめ今頃直したって意味ないですよ。更新されてないんでもう戻さないので。それでは99位くじさん。でもねやっぱ今月はねまあ頑張ってくれた方々だと思うのでまあおしめのカードが吉田さんじゃなかったとしてもまあ拍手はしたいと思います。心の中でチェックしておきたいと思います。98位ねえねさん。あポイこれポイント言っていった方がいいね。97位339万5100ポイントひんやりフードさん。ひんやりフードさん。続いて96位341万飛び724ポイントピンさん。
95位、341万6665ポイント、高典さん。94位、341万7152ポイント、いぶきさん。93位、341万7925ポイント、ポポさん。そうさ、飛び何票っていうのね、やっぱこだわりなんで。92位、341万9140ポイント、ホロロロンさん。次、91位、342万8215ポイント、ホソさん。まあね、心の中で全然見ておくので。90位、343万4986ポイント、マサヒロさん。続いて89位、344万3616ポイント、ブクチョさん。ポサポサって。続いて88位、344万6706ポイント、リプシーさん。87位、345万310ポイント、ニーナちゃん。いいでしょ、ポイント数言った方が、そう、なんかそういうぽい、それっぽいでしょ。86位、345万2350ポイント、マー君。85位、348万9212ポイント、タクティスさん。音楽？あ、でもイヤホンあるよ、ここに。あ、じゃあちょっと、まあ、順位した。84位、351万5305ポイント、デンさん。83位、352万2963ポイント、ローズさん。82位、353万2346ポイント、高丸アット香港さん。81位、356万6824ポイント、ポンコツさん。80位、357万4940ポイント、誰だこれ。浴衣が着られない。この人ね、名前でね、なんか言ってきてますね。はい、次、79位、358万622ポイント、角さん。はぁ、違う、78位、359万5581ポイント、平手おじさん。次、77位、359万7701ポイント、ももさん。続いて76位、359万7941ポイント、龍一さん。続いて75位、362万1295ポイント、ともゆきさん。続いて74位、364万1617ポイント、ケンジさん。次、73位、372万5307ポイント、ヒロさん。次、72位、390万飛び5432ポイント、ヨコミーさん。71位、395万9926ポイント、ゆりねさん。70位、399万2000飛び30ポイント、もぴらさん。69位、400万ポイントを超えました。69位、400万飛び飛び9971ポイント、関千さん。続いて68位、400万飛び39560ポイント、モーさん。続いて67位、400万飛び4986ポイント、ケイさん。66位、
400万飛び49263ポイント、かゆとさん。65位、400万飛び51703ポイント、山崎さん。64位、421万3071ポイント、マー君3号さん。続いて63位、421万7233ポイント、ポテチアット DD さん。62位、429万9834ポイント、だるま相当さん。続いて431万飛び4750ポイント、サイダーさん。次、手痛くなってきた。次、60位、434万7142ポイント、フォーコさん。かゆくなってきた。59位、449万飛び462ポイント、ヨウさん。次、58位、449万3687ポイント、ブドウパン嫌いさん。空気を含めます。57位、455万2926ポイント、トシさん。かゆう。56位、471万6928ポイント、ゆかちゃん。55位、472万8221ポイント、コブラーさん。ここからは500万ポイントを超えました。54位、500万飛び1114ポイント、ハゲピーさん。続いて53位、500万飛び13008ポイント、福岡猫さん。52位、511万6297ポイント、みーさん。次、51位、557万5630ポイント、フックポンさん。50位、567万7908ポイント、じゅんさん。49位、570万飛び8857ポイント、もんちゃん。そしてここから48ですね。ここからはやっぱベベベベージーフューチャーワース。次はネクストガールズらしいです。ネクストガールズってさ、何の歌があったっけ。ネクストガールズ、ネクストガールズ、ネクストガールズ、何があったっけな。今コメントが見えないんだよね、カラオケの曲を選ぶとき。ガールズじゃない、ネクストボーイズ。まあ何でもいいや、 STU の曲にしとこう。ちゃちゃちゃ、これでいいや。え、イヤホンつけとるよ。あ、こっちか。それでは、これでか。これでか。それでは、続いてが、なんかこれラジオみたい。48位、572万5979ポイント、西ひなさん。47位、
598万1976ポイント、四つ葉さん46位。あ、ここからは600万ポイントを超えました。635万8332ポイント、フォロー中さん45位、646万1059ポイント、やられたさん44位、671万6816ポイント、ぐんぐんぐんしさん43位、692万3705ポイント、千葉県さん42位、711万5396ポイント、セディアさん42位からが700万ポイントを超えておりました。続いて41位、712万8933ポイント、ルドガーさん。続いて40位、748万9544ポイント、サントさん。39位、749万4809ポイント、ぼっち2号さん。38位、763万2474ポイント、えんちゃん。37位、780万飛び7055ポイント、変態イヤホーイさん。36位、782万7811ポイント、アキオさん。35位、788万3400ポイント、しげしげさん。で、次からが800万ポイントです。次が817万7135ポイント、ターク。そしてここからが900万ポイントを超えました。33位、900万飛び76232ポイント、スマイルさん。あ、これがネクストガイズのセンターでしたか。あら、おめでとうございます。で、続いて、あ、これ曲はっていうか終わろう。なんだこれ。あ、こっちか。おめでとうございました。あ、これがアンダーガールズ。まあいいや。では続いてがアンダーガールズ。アンダーガールズ32位、917万8512ポイント、トコラさん。すいませんね、抱きしめちゃいけないぐらいです。31位、924万7799ポイント、ひらがなぬるぽさん。30位、949万1521ポイント、タネさん。かゆう。29位、951万6644ポイント、にゃんさん。28位、989万8529ポイント、シンスクエアさん。27位、あ、ここからは1000万ポイントになりました。
27位、1000万飛び139,747 ポイント、英語のミーさん。26位、1000万飛び175,824 ポイント、荒吉さん。25位、1000万飛び359,300、違う、全然違う、1000万飛び359,368ポイント、リチャさん。そしてここからは24位以上ということでね、あ、一旦読みたいと思います。24位、1000万飛び576,761ポイント、甲子園のホティエタカダヤさん。23位、1000万飛び73万1945ポイント、糸ちゃん。22位、1125万1884ポイント、よすけさん。21位、1210万飛び1648ポイント、オールマストゴールドさん。第20位、1235万5730ポイント、 MJ さん。19位、1441万2114ポイント、奥行さん。返事がよろしいですね。次、18位、1487万2820ポイント、竹尾さん。で、アンダーガールズセンターですね、1532万2629ポイント、マークさん。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次はいよいよ年末メンバーの発表です。それでは選抜メンバーを発表します。16位、1571万2583ポイント、1571万2583ポイント、イギータさん。いましたら一言、いましたら一言、5秒待っていなかったら次に行きます。5、4、3、2、1、次、15位、1585万飛び548ポイント、ヤジウマさん。いましたら一言、5、4、3、2、1、はい、元気です、ということでありがとうございます。おめでとうございます。次、14位、1649万9300ポイント、マジスカさん。5、4、3、2、1、ありがとうございます。おめでとうございました。13位、1786万6328ポイント、ひろしさん。あ、ひろしさん。5、4、
はい、選抜に入れて嬉しいです泣きということでおめでとうございます。次12位、1873万7934ポイント、マカノンさん。5、4、3、2、1、おめでとうございます。これ絶対時差あるよ。第11位、ここからは2000万ポイントを超えました。第11位、2000万飛び95万6755ポイント、スケさん。5、4、3、2、1、おめでとうございます。ギリ十決なれんかったというスピーチ。おお。続いて10位、2000万飛び95万7160ポイント、黒白さん。タラピと60回対戦だったので次は100回目指しますということで、おー、そういうことですね。じゃあまず何かあれば一緒によろしくお願いします。おめでとうございます。続いて9位、3158ポイント、ゆうちゃん。5、4、3、2、1、それでは選抜メンバー9位までの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、おめでとうございました。じゃあ続いてはですね、実質神セブンの発表です。実質神セブンです。ここからは実質神セブンの発表に参りたいと思います。それでは第8位、2400飛び32881ポイント、シマンチュさん。いらっしゃいますか。5、4、3、2、1、あ、10秒待ちましょう。5、4、3、2、1、おめでとう、ありがとう。あ、全然いい。疲れちゃん、次は日本から応援します。わら、ありがとう、おめでとうございました。続いて7位、2418万5285ポイント、赤ヘルサンタさん。ありがとうございました。ありがとう、おめでとうございました。続いて第6位、2751万3710ポイント、ライディーンさん。お疲れ様でしたの一言、ありがとう、おめでとうございました。では続いて第5位、5631、おお、ここから急に5000万ポイントを超えておりますね。あらあら、1個下との順位差はほぼ3000万ということで素晴らしいですね。5631万8745ポイント、飲み水さん。はい、元気ですということで、おめでとう、ありがとうございました。それではですね、第4位、あ、違う、こちらの実質神セブンの
方々ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、次がまあ実質トップ3ということで、ここからは書く時間がありますのでね、コメントもじっくり考えられることでしょう。それでは、第4位の、第4位は5920、あ、ちょっと待って第4位は5,927,2874ポイント、浅香さん、さあ本当に本当にありがとうございました。4位か、いつぞやの接戦をサラピともう一度したかったのですが、完全に力不足でした。汗出直してきますということで、このポイントでも出直すそうです。素晴らしいですね素晴らしいですね、素晴らしいですが、本当にね、6月はお疲れ様でございました。本当にありがとうございました。いつかまた戦いましょう。おめでとう、ありがとうございました。続いて第3位、第3位の方いますかね。準備してますね。書いております。それでは第3位、6370万飛び7789ポイント、
大優さんちゃんといるよ、表彰台1ヶ月お疲れ様でした、ということで大優さんね、あ、ちょっと待って、いろいろね教えてくださりまして、たりもしまして、ありがとうございました。たくさんのポイント数、ライブに連れて行けなくて申し訳ございませんが、本当にありがとうございました。お疲れ様、お疲れ、ありがとう、おめでとうございました。チキが届くと思いますのでね、楽しみにしておいてください。それでは第2位の2位ですね、感じに音楽も終わるであろう。になってきた。それでは最後、音楽も終わりましたが、それでは第2位ですね、第2位、6474万5764ポイント、おいでませ元気さん、素晴らしいことです、素晴らしき、おいでませ元気さん、ありがとうございました、無理しなくていいよってお言葉もね、ありがとうございました。イベント期間中だったね。はい、さらちゃんに引っ張ってもらい、七並べ頑張りました、たくさん対戦ありがとう、レッスン頑張ってね、ということでありがとうございます、ね、こんなにもたくさんのポイント数、ハート無限のメンバーからしたらちょっとあんまりと思うけど、ハート無限のメンバーに近いぐらいになってくださったけど、本当にありがとうございました。あ、これならんのか。それではね、いよいよ54回おしめイベントランキングセンターの発表です。センターは9100は1億いけばと9132万4122ポイント、
ちほちゃん推し十決吉田沙羅さんです。はい、1位です。センター、はい、今回ね、栄えるセンターを務めさせていただきました吉田沙羅でございます。そうなんですよ、まあ、今月初めてかな、1位になったのは。多分1位になったのは初めてということで、まあね、イベント期間でね、七並べイベントで、まあ、一番厳しい戦いとなりまして、まあ、でも皆さんとね、適当な24秒に当たっても、あ、やってもみんなと当たるぐらいたくさんやらせていただきまして。え、そら押し紙もらったってことじゃん。嘘、称号見てみよう。お、初めて押し紙もらいました。サラ押し紙、54回のサラ押し紙をもらいました。あらあらもらっちゃいました。いらないんですけど、まあね、千穂ちゃん推し10決から買えないので、まあいらないっちゃいらないんですけど、まあ一応もらいましたということで、おめでとうございます。第1位の伊藤には花火が上がりますもんね。そんなこんなでありがとうございました。ということで、七並べイベント、まあね、入ることはできませんでしたが、たくさん対戦できていたです。まあね、まあ、もし AKB さんのドボンとのあれがあったりしてライブやるってなった時は、もう初日から死ぬ気でぶっ飛ばしてやるぐらいの勢いで、もう次そういう機会があればね、ぶっ飛ばしていきたいと思いますので、まあ普通に七並べにしましょうということで、本当に推しメンイベントランキング並べてくれた皆さん、ありがとうございました。おー、決まった決まった。ということでね、皆さんありがとうございました。浅香さん、新潟のひろきさん、すけさん、頑張ったくす玉、カエルサンタさん、頑張ったくす玉、おいでます元気さん、バラーまゆきさん、ありがとうございます。ということで、それではランキングを、普通にこのショールームのランキングを見たいと思います。48位ヨシオンさん、24位甲子園のフォーティエイトアカダヨさん、13位ともゆきさん、12位たけおさん、11位新潟のひろきさん、10位つのさん、9位ゆうちゃん、8位ゆかちゃん、7位おいでます元気さん、6位あさかさん、5位セリアさん、ゆういちさん、間違った、4位りゅういちさん、3位ライディーンさん、2位すけさん、1位赤エルサンタさん、ありがとうございました。ということでね、本日は終わりたいと思います。それでは終わります。あ、そうだ、オンラインお話し会とかね、サイン会とかその他もろもろ、また再販も始まっております。それぐらいかな。
ということでお待ちしています。ということでありがとうございました。バイバーイ。